よし、今回は意味がわかるとゾッとする漫画っていうゲームで遊んでいくんだけど、ゾッとする漫画、なんか聞いたことがありますね。私気のせいですかね。いや多分ね、でもね、ゲーム会社が違うから内容も違うと思う。わかんねえけど、わかんねえ。俺このゲーム、いやわかんねえ。どうなんだろうね。彼氏は死んでしまいました。その理由わかるのはどこでしょうか。仕事が早く終わったから内緒で彼に会いに行っちゃおう。お、いいじゃん。あ、いた。え、浮気？二人の間に割り込んじゃい。うわー、すごい急展開。すごいね。これは車なのに突っ込んだってことだよね。サイコパスすぎるでしょ。やばいでしょ。二人の間に割り込んじゃいと言ってるか、なんか魔人ブーみたいな、チョコになっちゃうみたいな言い方。女性は車を運転している。つまり女性は車で彼氏と浮気相手に突っ込んだのだ。いや、まあ浮気してる方が悪くない？これは。いや、正直、殺す方が悪いわ。ごめん。俺何言ってんだろう。浮気する方じゃない。殺す方が悪いわ。違和感があるのはどこでしょうか。この子は旧館長の Q ちゃん。私のペットだ。言葉を教えると、Q ちゃんはすぐに話せるようになった。おはよう。かわいいね。おはよう、お帰り、お休みを毎日カサカサ言ってくれる。毎日言ってくれんだ。行ってきます。行ってらっしゃい。ああ、怖い。いきなりなんかひらがなになった。おはよう、カタカナのに。旧館長ってさ、俺あんま知らないんだけど、言葉って覚えやすいのかね。旧館長は教えていないはずなのに、行ってらっしゃいという言葉を話している。つまり、飼い主の女性以外の何者かが言葉を覚えさせている可能性がある。それは空き巣なのか、ストーカーなのか。いずれにせよ、女性に危険が迫っている。ああ、そうなのかな。わざわざだって時間を割いてさ、行ってらっしゃいって教えてんでしょ。だからそんなに害はないような気するけどね。多分ね。最近彼女に避けられている。電話にも出ないし。あ、これストーカーだな。バイトも辞めたらしい。今日こそ会って話をしよう。グッグ。おお、実力で。おお、会って拳で多分話をするんだな。おお、怖いな。グッグ。てかさ、ありえなくない？語り手の男性は女性の部屋をバールのようなものでこじ開けようとしている。バールのようなものって久々に聞いたな。この男性は女性の恋人などではなく、ただのストーカーなのだ。でもさ、こいつ力やばくね？バールのようなものでこんな開け方しないよね。やばい、こいつ人間じゃねえかもしんねえ。人間じゃないストーカーは確かに怖いわ。普通の人間だったらまだ怖くはないかもしんないけど。女性とを傷つけている犯人は誰でしょう？その怪我はどうしたんだ？ちょっと転んだだけです。誰にやられたんだ？転んだだけです。よし、帰りなさい。いきなり急展開。いじめられてるのかな？用事がないなら早く帰れよ。さようなら。おー、教師に。さようならなんか言ったことないけどね。多分これは教師にやられたってことでいいのか。なんでだろうね。女子生徒に怪我をさせているのは教室で話をしている男性教諭だ。その怪我はどうしたんだっていうのは事情を聞いているのではなく、女子生徒に、ああ、なるほどね。お前はこの怪我は親にはこうやって言えよってことか。ああ、なるほど。いや、これちょっとわかんなかったの悔しかったな。最近娘の様子がおかしい。ピンポン。この人は娘のクラスの担任の先生。娘さんのお腹や胸、太ももにあざがあったんですか？まさか虐待なんてされてないですよね。虐待？そんなことするわけないじゃないですか。これだから教師は困る。おお、そんな切れ方する。いや、待て。娘さんのお腹や胸。おいおい。こいつ胸触ってね。なんでわかってんの？だよね。おかしいよ。だって胸、なんで知ってんだ？担任の先生はお腹や胸、太ももにあざがあったと言っているが、男性教諭がそんなことを知ってるのはおかしい。そうだよね。女子生徒の様子がおかしいのと何か関係が。うわ、そういうの嫌だよね。だからさっきの先生の続きじゃねえか、これ。違うかな？さっきの先生じゃねえかな、これ。彼氏の身に危険が迫っています。それがわかるのはどこでしょうか？私の元彼はダメ男ばっかりだった。あ、嫌だね。みんな最初は優しかったのに、ある日突然冷たくなった。今の彼氏もいつかそうなるのかな？そうなのか、そうなるんじゃねえかな。でも多分突然冷たくなったって、お前やってんじゃねえかな？多分そういうことだよね。あ、そうだよね。正解。正解の画面によく見たら、多分こいつも怒り野郎なんだよな。元彼たちが冷たくなったのは態度ではなく体温だ。お、うまいこと言ったね。女性は恋人を自分だけのものにするため、命を奪い続けているのだ。クズ男を自分だけのものにしたい？嫌じゃない？逆になんか、あげたくならないから。今、そんなわけではないのか。パパとママの様子がおかしくなってしまった理由は何でしょうか？最近パパとママの様子がおかしい。パパは日に日に痩せていくし、ママは毎日泣いている。私が励ましても無視するし、パパとママはどうしちゃったんだろう。うわ、これ多分悲しい事件だな。これ女の子死んじゃったんじゃないかな。だって無視しないもんね、両親は。語り手の女の子は私が励ましても無視すると言ってるが、両親は無視してるのではない。両親の耳に女の子の声は届いていない。つまり女の子はすでに命を落としているのだ。
あまりに突然の出来事だったのか、女の子は自分が死んでることに気がついていないようだ。うわ、悲しい。あ、なんてもう、ふざけてる事件にしてくれよ。こういう悲しい事件じゃなくて、もっとなんかふざけてる事件できるよな。ふざけてる事件っていうか、ふざけてる怖い話。ふざけてる怖い話ってなんかいろいろとおかしいな。女性が交通事故に遭ってしまった原因は何でしょうか。私は幼い頃から頭痛に悩まされてきた。霊媒師に話を聞くと何かが取り付いているらしい。私はすぐにお払いを受けることにした。きえー、これ多分パチモンだな。お払いのおかげか頭痛はしなくなったか。今度は交通事故に遭ってしまった。え、なんでだ。え、こいつが犯人か。え、正解。え、でもなんでだ。女性が交通事故に遭った原因はお払いをしたからだ。頭痛は女性についていた霊の仕業だった。しかし、それは女性に迫る危機から守るための警告だったの。あ、そうなんだ。その霊を失ったため、彼女は交通事故にあ、じゃあもう、いい霊、てか、パチモンじゃなかったんだ。こいつ、パチモンに見えたけど全然まともな霊媒師だったんだ。そこにびっくりだよ。この後女性は遺体で発見されました。その理由がわかるのはどこでしょうか。ちゃんと説明してよ。俺の彼女は気が強い。だから浮気なんかしてねえって。駅まで一緒に歩いてた女は誰なの？話してよ。こういう男まさりなことも大好きだ。おう、ラブラブじゃん。いいじゃん。でも話してよって多分首絞めてますね。大好きなのに殺すってなんか矛盾してるけどね。なんでだろう。女性の話してよは、話してよではなく、話してよだ。ごめん、イントネーション同じだから分かりにくいかも。つまり女性は彼氏に首を絞められていた。そしてそのまま命を奪われたのだ。え、なんで大好きなのに殺すのかよく分かんないんだよね、なんか。こういう問題で、なんか殺す人たちの気持ちが。わかったら俺もやばいけどね。